ピンなんですよ。今日お母さんが頑張って作ってくれました。はい、白に合わせて、白い服に合わせてヘアピンも白にしました。はい、髪染める予定ないですね。高校生ぐらい、あ、ちょっと大人になりましたそう、作ってくれたんですよお母さん。そう、一生懸命作ってくれて嬉しいですまたメールでも送らせてもらいますね。そうなんです、こちらのお礼も言わせてください。はい、ツイッターさんの方、あー、ももろさんの方もちょっと書かせてもらったんですけど、そう、手作りね、嬉しいですよね。ちょっと見えにくいのメールで写真送らせてもらいますねはい、そう、お礼を言わせてください。あの頃の君を見つけたの宮地トーク会の個人販売期間中なんですけど、ハロウィンの日の10月31日の第6部が昨日完売していただけて、でさらに第5部も、はい、完売していただけて、さらに最終日ですね、11月28日の愛知スカイエキスポさんでやらせていただく日の第6部も完売していただけました。本当にありがとうございます。嬉しいありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい。今日もはい、清い洋服のお洋服とか、はい、実際に着てみたりしたり、そう、いろいろ髪型考えたりとか、いろいろそうしてたんですけど、はい、こう、そう、できるだけこう新しい私をこう毎回見ていただけるように頑張って、なんていうんですかね、そういうのコーデとかも、はい、工夫していきたいなって思って準備してるんですけど、はい、喜んでもらえたらいいなと思います。もちろん写真もたくさん撮らせていただく予定でございますよはい、声を書いたロボットが動いてて感動しました。あ、こちらもラブ愛知キャンペーンさんとね、そちらの方もありがとうございます。嬉しいです。ロボカップさんの、そう、未来のロボットを描こうというキャンペーンで、私もと、そう、かほちゃんとるーちゃんと3人で書かせてもらったんですけど、はい、そう、私のそう書いたロボットが動いてて動画の最後に載ってるんですけど、そう、面白かったです、嬉しかったですね。そう、準備して、そう、髪型とかもね、大事なので、そう、どういうのがいいかなとかも実際にやってみたりとか、そうしてましたなんですか、わいい、嬉しい。アンドロイドっぽかった。うん、なんかみんなでも、そう、3人ともそれぞれ違う、なんかでも癒しのロボットみたいな、そういうテーマとかちょっと似てるのかなと思うんですけど、そう、全く違う感じのロボットで、はい、性が溢れてたなと思います。そろそろ横流し横にゃんにも会いたい横流しもあるかもですね、横流しの日も、はい髪型もそうなんです、できるだけそう違うようになったらなと思って考えてて、今日あれですね、その今週末の幕張メッセさんでさせていただく現地トーク会のピンです。あ、グロス塗りました。そう、あんまり色ないやつの、色ないやつではい、そうなんですよ、そう、現地で今週末の現地でトーク会のレーンとか、スケジュールが発表されてて、グループトーク会の方も発表されてたんですけど、私はあれでしたね、10月の16ですかね、16日の
土曜日の1日目の方です。18時から18時40分までゆきさんと一緒にさせていただくようになってました。はい、ちょうどそう、その時あの頃のロッカーの衣装を着てて、マシュー・フォーユー選抜でも一緒に、はい、入らせていただいた。ゆきさんね、1位でしたもんね。だからなんかそう、そういう話とかもできるのかなって思ったり、ゆきさんのねプロレスね、すごい頑張られたりするので、そういう話とかできるのかなとか思ってますね。はい、シロヨヨコはさらに清楚にあるんですね。本当ですか、嬉しい。ヨコにあのメールももうすぐ、そうですね、あーそう、そう、もうすぐ、そうですよね、ショールームのオーディション審査が、え、始まってないですね、まだ多分。そう、これぐらいの時期で、そうなんですよ。いやー懐かしい。そうですね、16日がゆきさんでしたよね、新井ゆきさんですね。こんばんは。気候変わるんで大丈夫、マジです。確かにそうですよね、なんか難しい、まあ、季節というか気温が難しいですよね、寒暖差があって。そう、気温に合わせてちょこちょこ服装変えたりとかって大変なんですけど、うん、気をつけてください。そのままタクマッチができそうな人、見てもらうっていう、なかなかすごい例になりそうですね。しかも来ていただいたこたびにこう試合するっていう感じですかね。すごいですね。てか、ね、怪我しちゃうからダメだ。お、そう、なんかね、新しい感じになりそうですが、ちょっと厳しいですかね。こんばんは。ハンバーグと唐揚げで食べて満足にゃん。美味しそう。私は今日はお魚バーグ食べましたね。はい、枝豆も食べました。それが立つか、もう少しですね。うん、今日が14、じゃあ13だ。7、あと1週間後。わー、すっごい緊張してました。はい、ありがとう、こんばんは、こんにゃーって、こんばんは、ありがとうございます。嬉しいです、紅葉のね、あれもありがとうございます。星様とかも、あ、2回目の接種ですか。あの、なんか、なる、魔法をかけてください。チチンプイプイ、副反応なくなれあ、でも副反応なさすぎも良くないんですかね。いい、ちょうどいい具合で願いかけました。はい、お魚バーガー、何のお魚、え、なんだっけな、なんです、イワシ、違う、イワシのバーグも食べたことあるんですけど、イワシじゃなかった気がします。でもお魚のバーグなんですけど、お野菜も入ってたりチーズも入ってるんですよ。だからすごいですよね。お久しぶりの方もありがとうございます。え、熱出ちゃいますか、逆に。あの頃と比べるとめっちゃ垢抜けてます、選抜です。垢抜け選抜入れますか。おお、本当ですか。でもあんまり、そう、やっぱ本当に変わらないねって言ってもらえるので、いい意味でもあり、そうです、でも垢抜けたねって言ってもらえるのもすごく嬉しいので、うん、どう言われたのかね、うん、確かにそうです。5周年になります。わー、ありが
がとうございます。早いですね。うん、でもまだまだっていう感じなので、これからよろしくお願いいたします。プチンプイプイ、確かに久しぶりに聞きました。私も移動中ですか。移動中にもありがとうございます。他の気に入りそう、本当ですか。掛け持ちさせてもらえますかね。にゃんこユニットと垢抜け選抜に嬉しい2回出演させていただけますか。とてもいい意味で変わらない。嬉しい。でも初心の心すごく大切であるね。貪欲な気持ちをちょっともう続けられるように頑張りたいと思ってるので、そう言ってもらえて嬉しいんですけど、でもやっぱ なんかこう慣れてきちゃったりするなって、そうしたりしちゃうじゃないですか。だからこれからも初心の気持ちを忘れないように、はい、こう貪欲に、はい、こう行きたいですね、これからも。肌すごい綺麗、ありがとうございます。コギニャンでしたね。そうですね、あの頃よりはちょっと白くなったのかなと思うんですけど、今年の夏はちょっと沖縄で焼けちゃいましたかね。ちょっと気をつけます。ああ、ヤンコが垢抜け選抜、本当ですか。ちかこさん、あ、でもちかこさんもそう、好きな写真見させてもらったんですけど、なんか本当に可愛いって感じですよね。可愛いっていう、そう感じで、今はでも本当にお姉さんっていうね、おしゃれですし、確かみんなでも垢抜けてるんですかね。うん、どっかでおちんぷいぷい、します。しますよ、させてください。いい意味で変わってると思います。あ、いい意味で変わりました。本当ですか。でもそういろいろこう分かるようになってきて、なんか大切なこととかすごいやっぱそうですね、そういうの分かるようになったなって思うんですけど、まだまあまあ成長できてないところもあると思うので、これからも精進していきます。ああ、シェムと紹介楽しみ、ありがとうございます。マカリメッセさん、そう、関東でもさせていただけるので嬉しいです。ちょっと、はい、今回の服もそうですね、コスプレはそう、まだ何コスプレか皆さんにお伝えしてないので、そちらも喜んでもらえるかなって、そうですね、ワクワクドキドキっていう感じで、あとはそうなんですよ、初めて横には専用ジム3さん持って行かせてもらうので、そう、この前あのドームヘッド、あ、ザクヘッドを持って行かせてもらいました、ね、ザクヘッド時なんかそっちのアンテナがそう、持ってた時に折れちゃったりして、本当にすごい焦ったので、そういうことにならないように十分にお気をつけます。本当にね、なんか触っちゃいけない部分とかあるので、ドキドキですね。残る見なくろかった。ああ、でも確かにそんな気がします。いけてないんですか？こまゆこにゃーん。おしゃれなレッスン着ですか？最近私的にはなんかおしゃれになってきたんじゃないかなって思ってたんですけど。なかなか難しいですね。でも前、でもメンバーさんによっては別にそんな変じゃないよって言ってくださる方もいらっしゃるんですけど、ちょっとわからないです。真面目ですかね。いや、真面目じゃないところもあるんですよね。そう、結構抜けてたり、お家ではすごくお母さんに甘えてます。はい、すごく子供だなと思っています。
ランさん、そうですね、ランさん、そうなんですよ。なかなかもともとそう、公演でご一緒させていただくのも少なかったりするので、一回一回がすごい貴重なんですけど、はい、なんかそう、スーランさんにもなんか気持ちだけをなんかちょっと喜んでもらえるような、そのプレゼントとか何かそう用意しようと思ってるんですけど、難しいですよね。何か95日連続、ありがとうございます。あと5日で800日、おお早いですね。なんかあっという間だなって思います。階段の腰です。綺麗さが増して、すごい嬉しく言ってくださってありがたい。多分折りやすいんですかね。そうミキシングで、そう新しくこうつけたところとかは、そう接着剤でこうつけてたりするので、そういうところが今回そう心配なんですよね。すごくアンテナのところも折れないか心配ですね。オーディションの時のあの頃のキーも YouTube さんでまだ見れますよね。あ、懐かしい。 AKB ショーさんでね、放送していただけたりしてました。いや懐かしいです。みんな初々しいなっていつも見て思いますね。今日の劇場楽しみに、ありがとうございます。そうなんです。そしてトーク会前はエスコエも、はい、15日出させていただけるので、そちらも楽しみです。バラして、でも組み立てもそう塗装してると、本当塗装のここ数ミリの誤差で、そうなんですよ、はめるのもすごい硬かったりとか結構大変だったので、それはちょっと難しそうだなって思いますね。おしゃれになってますか。マインボヨコヤンかわいい、やった。確かにミヨムラに聞くといいですかね、レッスンに。ファンの皆さんに、はい、甘えます。ゴロニャンしてますね、疲れるとき。はい、そうですね、私超えたのに甘えちゃいますね、お母さん。ゴルフ、確かに私ゴルフ全然やったことなくて、そうなんですよ。前なんかサンシャイン酒井さんに会ったじゃないですか。あれはそう、とても下手でした。800日目、そうですね、何かやらせてもらえたらなーと思って、だけでもね、そうですね、確かに遅くなってしまった、大丈夫ですよ、今から元になります。そうストレートです、元気ですよ。前髪今日はちょっと、はい、あれですか、まださっぱにゃんじゃないんです。そうです、正解です。そうですね、大吾さんもそうですね、私最近夜にさせていた、あぶつかっちゃいました。何でしたっけ、あそう、大吾さん夜にやらせていただいてる、そう最近よくやらせてもらってて、今日もちょっと夜になっちゃうんですけど、また違う時間帯もしたいと思います。あ、そう、空振りしちゃいますね絶対。はい、こんばんは、ありがとうございます。それではお歌も歌わせてください。今日はリクエスト曲で初めて歌う曲なんですよ。今日はちょっと歌うの練習がちょっとできたので、でも初めての歌はすごく怖いですね。はい、分からなくなる時があるので、ちょっと分からなくなったらごめんなさい。多分大丈夫だと思うんですけど、
こだ、今曲、あ、入れています。あれ、またイヤホン、あの、なんでだろう、あの差し、そう、一回抜いて差さなきゃいけないです。ごめんなさい、ちょっと音量がうるさいですね、ご注意ください。抜く音と差す音がすごくうるさいので、皆さん音量要注意です。ごめんなさい、行きますね、ちょっと行きたいと思います、行きます。最近多いですねこれ、刺します。大丈夫でしたか、大丈夫でしょうか。ねえ、行きましたかね、ごめんなさい、音量チェックも一応させていただきます。マンクスでした、ありがとうございます。大丈夫でした、あ、本当ですか、ごめんなさい、ありがとうございます。好きな音量にしていただいて、曲は、はい、入れれました、お待たせしました。音量、そうそうそうなんです、最初あのこの曲、あの早口言葉みたいな、そんなあめっちゃ早いわけじゃないんですけど、はい、早いところがあるので、ちょっと滑舌が追いつくかも心配です、すごく高いところもあるので、そう、高い声が出るかも心配です。心配が要素が多いんですけど、はい、頑張って歌わせていただくので、よかったら聴いてください。下手だったらごめんなさい、頑張ります、頑張る子ですね、頑張ります。音量 OK ですかね、滑舌頑張ります、力まずにいきたいと思います。あやか姉さんみたい、わかりました。いきますね。はい、それではいきます、聞いてください、どうぞ。落ち着かないのはどうしてだろう、真っ白なままでいられやしない、いつか汚れちまうこれからの道、少しずつ誰も大人になるんだ、春色の日差しプレイの制服ただ並んで飛ばしている、期待しなかったこんな世界にも置かぬがあるって、僕は知った小さな奇跡、あちゅー、君がくしゃみした瞬間に、まるで時が止まったように、可愛すぎてハートしたよ、あちゅー、こんな日の出会いなんて知っちゃなかった、生きていくうちに心も決まってくるって、水たまり自分で答えを出そうか、吹き抜ける風に天気に乗り込むスカートのフリーズ揺れて、雲一つもない真っ青な空を思い出させてくれたよ、青春すればもんじゃなかった、あちゃん、僕は夢中になってしまった、君は肩をすぼめながら恥ずかしそうにうつむいてる、あちゃん、こんな切ない表情をするなんて、
スクリームロケットさんの君のあちゅんでした。ありがとうございます。ちょっと失敗したとこもあったんですけど、ごめんなさい。聞いてくださってありがとうございました。嬉しい、聞いてもらえてよかったです。ありがとうございます。早口のところ必死でした。パチパチ、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。先ほどよそんぎょくにゃん、センキュー、ありがとうございます。初めて歌わせていただきました。初めて聞いた、本当ですか。はい、可愛いですよね。シュンって可愛い。くしゃみが可愛いです。あちゅーってどういう意味ですか。あちゅー、くしゃみのことですか。え、なんだろう、初めてですか。本当ですか。私もちょっと聞いたことありました。はい、アクションっていう意味。あ、なるほど、英語なんですかね。なんかチッみたいな。わかんないですね。どんなくらい。なんかクシュンって言わない、なんかクシュッみたいな。そう、短いんですよ、すごく。はい、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。不安気でしたか。曲もありがとうございました。あんま意識したかったけど、ちょっと今度した時はちょっと覚えれるように頑張ります。はい、忘れないように。多分そう、短いなっていつも思うんですけど。はい、じゃあちょっと宣伝もさせてください。お願いします。どこだっけな。あ、ここのページだ、見つけました。ちょっと待ってくださいね。あ、ここだ。これちょっと取れちゃったんだ。はい、こちらになります。よろしくお願いします。 SK4828枚目シングル、あの頃の君を見つけたの現地でトーク会のお知らせをさせてください。よろしくお願いします。あ、今来てくださった方もありがとうございます。ちょっと宣伝タイムになりますね。すいません、音が終わっちゃいましたが。はい、そうですね、今週末はですね、今週末もさせていただけるんですけども、もうそう、今週末の分はもう5時販売は終わっちゃったんですけれども、今週末は10月16日土曜日はですね、幕張メッセさんでさせていただきます。12356部の5部させていただくんですけれども、ありがとうございます。ご無事、本当に嬉しいです。はい、この日は初めてあの頃のロッカーの衣装を着させていただきます。ポッション 4U 選抜の曲で、そう、あの曲披露がちょっと、そうなんですよね、なかなかないのでちょっと申し訳ないんですけど、はい、衣装をお借りできるので、初めて直接ファンの皆さんの前で着させていただくことができます。嬉しいです。写真ももちろん撮らせていただきます。そして10月17日日曜日も幕張メッセさんで12356部の5部させていただくんですけど、この日はコスプレで今まで着たことないコスプレになります。はい、お楽しみです。そしてこっからは5時販売期間中となります。10月31日日曜日はですね、愛知スカイエキスポさんで12356部の5部、この日もやらせていただけるんですけど、ハロウィンですね、この日は。なんとですね、はい、今日も第5部が完売出まして、第5部と6部完売していただきました。本当にありがとうございます。ぴょーですね、もうぴょーです。嬉しいです、ありがとうございます。あと残り1、2、3になりますね。この日もコスプレさせていただくんですけど、そうです、この日のコスプレとはまた違う新しいコスプレになって、そう、コスプレなんですけど、ちょっとそう、ハロウィンっぽいのかな。今までしたことないような感じでございます。楽しみにしていてください。はい、そ
ます。で11月もさせていただけるんですけど、11月27日土曜日は愛知スカイエキスポさんで12356部させていただきます。そして11月28日日曜日も愛知スカイエキスポさんで12356部させていただくんですけれども、この日のですね6部はい完売していただきました。こちらも本当にありがとうございます。ここで最後のトーク会に、現在トーク会になるんですけど、はい最後の分、ありがとうございます。とても嬉しいです。嬉しい。この日もはいまたお洋服お知らせさせていただくんですけど、まだ秘密ですはい。そして11月20日土曜日、振り返りになった分です。埼玉スーパーアリーナのコミュニティアリーナさんでさせていただくんですけれども、この日は 1,2,4,5 部で6部がなくて、そう4部制になるので皆さんご注意ください。6部はありません。で次の日の11月21日日曜日、もう埼玉スーパーアリーナのコミュニティアリーナさんで 1,2,4,5 部の4部させていただきます。はいよろしくお願いいたします。こちらも秘密にあるんですねちょっと秘密が多いですがすいません。でもお知らせさせていただくので待っていてください皆さん。そしてはい5時販売期間中のお知らせも、あ5時販売のお知らせもさせてください。10月31日日曜日、愛知スカイエキスポさんのあのハロウィンの日のコスプレさせていただく日は10月18日月曜日の12時正午までとなっております。ここが一番早いです。はい。そして11月27日土曜日と11月28日日曜日の愛知スカイエキスポさんでさせていただく日は11月15日月曜日の12時正午までとなっております。そして11月20日土曜日と11月21日日曜日、振り返りになった埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナさんの分は11月8日月曜日12時正午までです。ここが一番早くて、その次ここで、その次ここですね締め切りの順番。はい。なのでご注意ください。はい。ということで宣伝は以上になります。ありがとうございます。聞いてくださって今日も宣伝に、はい、それで、あ、ありがとうございます。宣伝タイムさせていただきました。ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございました。そして完売も本当にありがとうございます。とても嬉しいです。はい、嬉しいですありがとうございます。はい、楽しみですね。今週末もすごい楽しみです。はい、幸せです。今日のワンピースもやる。やったー。嬉しい。ありがとうございます。今日の活動は、今日の活動は、くしゅん、くしゃみをやりたいと思います。君のチューンを歌わせていただいたので、くしゅんでいいですかね。あちゅんって言わないんでくしゅんってくしゃみをちょっとできるかな、大丈夫ですかね。で塩辛も好きですか。あ、わかりました。じゃあそれとくしゃみをさせていただきます。はい、 ありがとうございます。くしゃみ心配ですが、あ、ジェシーニャンじゃないんですけどはい、えてへんはですね、昨日かな、あ、昨日じゃないですね、そう、ちょっと前にやらせてもらったので、またそれは今度させてください。はい、じゃあいきますね。皆さん受け止めてください。いきます。うまくできなかったらごめんなさい。頑張ります。いきまーす。よこにゃーん、ビーム、わーからのジェシーニャンも好きでいてにゃん、にゃんにしちゃった大丈夫ですか、大丈夫ですかねからの恥ずかしがったらからのー
不安ですね。大丈夫かな、大丈夫でしたかね。ちょっと変な顔になってませんでしたか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。公開のやつはしないので、はい。あ、すごい、3,946 人の方もありがとうございます。とても嬉しいです。おやすみこにゃんが、あ、本当ですか。今日もさせていただきます。あ、よかった、かわいいって皆さん優しい、ありがとうございます。はい。ということで、そうですね、今日も大吾さんはこの後やらせていただこうと思っていますので、はい、よかったら一緒にやってもらえたらなと思います。でもそうですね、最近夜が多いので、ちょっと夜じゃない時間帯も明日とかは、そうですね、お昼とかにできたらやらせていただこうかなと思います。ボーナスタイムの時がいいですよね。はい、4,046 人の方も嬉しい、ありがとうございます。そして本当に東海の乾杯もありがとうございました。いろいろ、はい、企画というか、総合とかも企画かな、うん、決めたりして、またお知らせさせていただくので、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ちょっとまだ寝るのちょっと早いんですけど、じゃあ早めのおやすみこにゃーん。夢でも会えるかなですね。わかりますか？幼稚園で踊らせていただいた曲なんですけど、つながったんですよ。夢でも会えるかなって覚えてください。おやすみこにゃーん。ありがとうございました。皆さん、はい。ね、今週もまだ平日がちょっとありますので、明日も一緒に頑張れるために、はい、しっかり休んでください。睡眠大事です。しっかり休んでくださいね。ありがとうございました。それでは明日も配信させていただきます。待ってますね。そして大吾さんもこの後させていただきます。はい、あ、インスタさんも更新させていただこうと思うので、よかったら見てみてください。ありがとうございました。シャチホコ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ハート。